リア充何がいいの？別にさ、リア充なんてさ、疲れるだけじゃん。そんな土日とかさ、その彼女とさ、ちょっとどっか行こうよ、なんかどこどこ行こうよ、みたいな。別に僕、人見知りだからさ、そういうとこあんま行きたくないし、その別に都会のさ、駅とかさ、すごい疲れるだけじゃん。その人がゴミ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 してさ、なんかすごい当たるじゃん。その肩とか当たって、あーごめんなさい、みたいな感じになって、しかもさ、ちょっとお金かかるんだよ。そのご飯とかさ、食べに行くとさ、やっぱり男性が大体怒んないといけないからさ、そういうのがあるから、僕は絶対家で一人こうやってゲーム一人ポチポチやってた方が絶対楽しいと思うんだよね。そう、リア充とはそういうもんだよ。リア充っていうのは、いや、このね、全然そのどっかで遊びに行くとかね、その女性にモテるとかそんなんじゃなくて、そのゲーム一人で自分の空間を作れるっていうことが多分に、はい、どうも皆さん、トライアングルです。ごめんなさい、ちょっと取り乱してしまいました。はい。今回ですね、もちろん、私は、女の子にモテたいです。男の子にもモテたくないけど、女の子にモテたいっていうかね、このマリオを、モテさせたい。もうあまりに可愛さすぎる。ポリンシオに振られ、ピーチに振られ、どんな手を使ってね、お金をすべて財力を持ってしても振られた。ではどうするか。そう、私は思った。人間じゃなければいける。と。そう。このマリオの顔、この顔はもはや人間ではない。ということは、人間じゃない女性といえば皆さん誰を思い浮かべますか？そうです！ブルーダルズです。はい。ブルーダルズの名前なんだっけ？ちょっと待って。名前なんだ？そう、ハリエットちゃん。そう、ハリエットちゃん。そう、ポケモンのメロエッタみたいな感じ。そう、ハリエット。そう。ハリエットちゃんに、ですね、コイン9999枚かつ、王様の格好であったら、どうなるかというものをやってみたいと思います。はい。ハリエットちゃん多分ね、ちょっと、私に来たみたいな。今までなんかちょっとトライアングル、気持ち悪いマリオのその動画、ピーチになんかすごいなんかやってるわ、みたいな感じで思ってたし、そのポリーンにもなんか最近やったけど、なんかすごい一言だと思ってたみたいな。うわ、気持ち悪いって笑いながら見てたけど、いざ来られると、どうしよう、ちょっと、気持ち、その時キモいって思ってたけど、いや、まさか私に来る、どうしよう、まあ、いいけど、みたいな、そういう感じになるんじゃなかろうかと。ということでね、もしかしたら、ダメージを食らっても、攻撃を受けたとしてもね、なんかやっぱりそのさ、ハリエットちゃんってツンデレ、まあ、もちろんブルーザルズの敵なんですよね。で、この一面のボスっていうか、緑のやつを倒すんですけど、その倒した後にもまだ下に残ってるんですよ。で、やっぱりハリエットちゃんからしたら、やはりその、まあ、先輩か後輩かわかんないですけど、ノッポとそのデブ、が見てるわけですよ。その飛行船の上から。それだから、やっぱりさすがに、その弱く、その弱点というかね、そのわざと、そのね、ダメージ、その与えないってのは無理だから、その、手加減するんじゃないかと。この攻撃をバコンっていっぱい、もちろん爆弾投げるけど、その、すごい私のこと好いてくれる人だしって言って、ダメージ受けても、その、ダメージを受けないんじゃなくなるんじゃないかと思いまして、ちょっと今回ちょっとやらせていただきます。ということで、ちょっと、いたんちょっとハリエットちゃんのとこまでちょっとカットします。はい、ということで、腐ったピーターラピットは撃破です。さーて、行こうか。我が、愛しの多さの姫、ハリエットちゃん。待っててね、ハリエットちゃん。親も見るかもしんないんだよな。ごめんね、こんな子供で。産んでくれてありがとう。さあ、行こうか。見ててくださいね、ハリエットちゃん。さあ、コイン9999枚。そして、王様の格好だ。さあ、どうだ、ハリエットちゃん。どうだ？いや、多分びっくりしますよ。私に来たみたいな。これ絶対あれですよ。攻撃食らいませんから見ててください。さあ、ハリエットちゃん。さあ、おいで。さあ、来るんだ。全然ダメージ食らないからね。いいと